はブラックブラック2018ということで、ちょっとこの出囃子もね、いつもと変えてお送りしております。改めてイベント MC 小夏と MC 編集生のみももです。よろしくお願いします。さあ、この時間はですね、今日のイベント情報を皆さんにお伝えするコーナーです。ZOZO マリンスタジアムは試合以外にも楽しいイベントが盛りだくさんですので、ぜひこちらをチェックして今日は楽しんでいってください。ではここで M スプラッシュからも1名呼んじゃいましょう。今日は M スプラッシュからさよどうぞ。どうぞ。握手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。 M スプラッシュ4年目のさよです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はさよの登場ですが、昨日登場した葵からの紹介なんですが、さよさんには肉アドバイザーとして報酬を受けました。いいお店の情報を葵に教えてあげたんだって。そうなんですよ。葵には私がいつも行きつけのステーキ屋さんの情報をいろいろ教えました。今日初めていらっしゃった方びっくりすると思うんですけど、最後はこんなにね、細いのにお肉が大好きなのよね。大好きなんですよお肉といえばさよだよね。はい、どうですか最近の中お肉の情報というか、最近も食べてますか。食べてます。新規開拓と思って、肉好きメンバーの M スプラッシュのゆきとみずきと3人で、いいですね、新しいところに行ってきて、はいはいはい、お肉 450g を、450って結構いいと思います。多分女性だと200とか普通だと思うんですけど、ね、ちょっとすごいね。私たち3人それを、ライスも含めてなんですけど、はい、30分もかからずに全員平らげてしまいまして、しかもその後ですね、私はソフトクリームとすごく大きい桃のパフェを食べました。ソフトクリームとパフェも食べたの、はい、すごいですね、はい、ちなみにみももはお肉は好きですか。お肉は好きですけども、そんなに食べれないです。さすがにそうよね。私もこの前某有名な皆さんもよく知ってるお肉の、ステーキ屋さんに行って、私お肉はね、お肉そのままドンって食べるのちょっとあんま食べたことなくって、ね、ハンバーグを食べたらズーちゃんに怒られたんです。ステーキ屋に行ってハンバーグ食べるから何事だってズーちゃんにすっごい怒られたんですけど、ハンバーグ美味しいですよね。最後は優しいんでハンバーグも美味しいですよって言ってくれたんです、はい、でも今日はさ、いろんな世界各国のお料理も出てるし、はい、ちょっと肉好きのさよとしてはもうこの辺のお店楽しいでしょ。そうですね、もう食べたいですね。美味しそうだよね、はい、さあ、そんなさよなんですが、はい、今ね、毎回登場してるメンバーに夏といえば何ですかっていうのを聞いてるんだけど、はい、さよは夏といえば肉やっぱり肉なのね。そうなんです。すごいね、でもやっぱりこうやってお肉を食べてるからこんないつも元気いっぱいパフォーマンスができるっていうことなんですかね。そうなんです。M スプラッシュにも結構肉好きのメンバーがいるんだね。他にもいるみたいで、さっきのおなじみの3人に加えて、トーコも肉が好きっていうことで、今度また4人で違うステーキ屋さんに行ってちょっと味比べをしてきます。いいね、M スプラッシュ肉会みたいな感じで、はい、肉会結成ですね。楽しそうですね、はい、さあ、ではそんなさよなんですけれども、改めてちょっとね、こうお肉パワーあふれる、ガッツあふれる一言をぜひ皆さんにお願いします。はい、そうですね、もう後半戦も始まったっていうことなんですけども、私も、肉だけじゃなくてですね、はい、M プラスの活動を通していろんなことを吸収して、さらにパワフルにパフォーマンスしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当にパワフルなさよですね。では今回はさよとみももと一緒に